どうも、アルダンです。今回はヤリスクロスのエアコンフィルターを交換していきたいと思います。以前にもエアコンフィルターの交換は紹介しているんですけれども、今回は交換作業というよりもフィルターに焦点を当てて話をしていきたいと思います。今回交換するフィルターはフィリップス社のものになります。こちらのフィルターを選んだ理由としては、表示されているスペックがかなりいいんですよね。抗菌抗ウイルス、アレル物質抑制、冬アレルゲンを不活性化補足、また一番のポイントとしては 0.3 マイクロ以上の粒子を 99% 補修するというふうに記載されています。まあ、通常のマスクでもやっぱりこうフィルター効果っていうか、どれだけウイルスなどの侵入を防げるかとかっていうのもやっぱり選ぶ基準になると思うんですけれども、まあ、そういった意味ではこちらのフィリップスのこのプレミアムエアコンフィルターは 0.3 マイクロメートル以上の粒子を 99% 補修するというふうに銘打ってますので、私がちょっと調べた限りではこれ以上のものは見つからなかったんですよね。まあ、フィルターをちょっと空に透かしてみたんですけれども、まあ、やり方合ってるか分かんないんですけども、まあ、こんな感じで、まあ、特にスカスカな透けるような感じでもなく、もちろんしっかりした感じに見受けられました。他にもボシのフィルターなどは大きく分けて3つの種類グレードがあるんですけれども、まあ、やっぱり抗ウイルス抗アレル物質を除去できるみたいな一番いいものでも 0.3 マイクロ以上の粒子は81.6% 以上というふうに書かれています。またピアのエアコンフィルターなどは同じく 0.3 マイクロ以上は 30%、 国産で一番信頼性があると思われるデンソーのものでもやっぱり 0.3 マイクロは 30% からっていうふうに記載されていまして、そういった意味での性能はフィリップスがかなり高いなっていうふうに思いました。もちろんフィルター効果が高いってことは通気性とかっていうものが多分低くなるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なのでまあ必ずしも除去する性能が高いからフィルターとしての効果が優秀とも言えないんですけれども、まあ、ただやっぱり 0.3 マイクロ以上の細かい粒子が補修できるっていうふうに書いてあるので、まあ、今回こちらの一番いいと思われるものを購入して付け替えることにしました。なお去年まで使っていたエムリット製のフィルターに関しては、フィルター自体は国産のテイジン製のものを使われているんで、まあ、信頼性はあると思うんですけれども、囚人効果の部分については基本的には全く書かれていなくて、まあ、PM2.5 を補修するというふうには書いてあるんですが、だいたいどのくらいの粒子がどのくらいのパーセンテージで補修できるかっていうのが記載がありませんでした。また今回購入したフィリップス社のエアコンフィルターは、まあ、値段の方もだいたい2000円ちょっとくらい、最近ですとタイムセールで1500円台で売られてたりして、まあ、かなり安い部類に入ります。ですが歌われてる性能は、まあ、一番高性能だなっていうふうに思えるボッシュのプレミアムシリーズなんかと同等の効果が歌われていて、まあ、囚人効果はもちろんボッシュのものよりもはるかに高い囚人効果が得られると書かれているので、まあ、そういった意味ではやっぱりこのフィリップスのフィルターの性能にちょっと期待したいなって思いました。唯一ちょっと取り付けに関して不安だったのが、今まで使っていたエムリット製のフィルターや電装なんかのフィルターだと上下どちらに向けてセットするのかっていうのが明確にアップというふうに矢印が書かれていて、この面を上に設置すればいいんだなっていうのがわかるんですけれども、こちらのフィリップスのフィルターに関してはエアフローがこの向きですよというふうに記載されてるんですよね。まあ、正直エアフローの向きなんてわかるわけないじゃないですかっていうふうに思うんですけれども、ヤリスクロスのマニュアルには、まあ、やっぱりアップマークが上に向くようにっていう風に書かれているので、まあ、そういった意味ではエアフローの向きっていうのは記載されてないんですよね。まあ、ちょっとせっかくならマニュアルの方にもそういう感じでエアフローの向きも記載してくれたら、まあ、より親切で分かりやすかったなっていう風には思います。まあ、いろいろと、まあ、ちょっと調べた限りだと、まあ、おそらく上から下に風が抜けるような感じだという風に、まあ、ネットとか他の YouTuber さんの記事を見て判断ができたので、まあ、今回はエアフローは上から下へ流れるという形で設置をしました。まあ、本当に合ってるのかって言われると、まあ、確証まではないんですけれども、おそらくこれで間違いはないんじゃないかなっていうふうに思います。他にもボッシュさんの製品もエアフローの向きが記載されてるみたいなんで、海外メーカーのものっていうのがなんかエアフローを表示するのが、まあ、標準っぽいですよね。まあ、それだとちょっと
あんまり親切じゃないんじゃないのかなっていうは思うんですけれども、できれば国産メーカーのように上側をどっち側に向ければいいのかっていうのを簡単に表示してくれたら嬉しいなっていうふうに思います。こちらのまあフィルターの効果とかどんなものかっていうのはちょっとまあわからないんですけれども、実際どんなフィルターでもまあよっぽど性能の低い中華製のものなんかだと、まあむしろちょっと使っちゃいけない物質を使われてたりとかする不安もあったりして、まあ囚人効果もまた期待できないような気もしますし、そういった意味ではせっかく交換するんですから信頼できる性能の良くていい空気が取り込まれるようなそんなフィルターを選びたいと思いました。もちろん記載されているからといってそのまんま全体的に信頼していいのかなっていう不安もなくはないんですけれども、まあ、フィリップスも、まあ、一番有名なのは多分ヒゲ剃りとかそういったものなんでしょうけれども、でもやっぱりおそらくほとんどの人が知っている一流メーカーだと思うので、まあ、そういったメーカーの製品であれば安心じゃないのかなっていうふうに思います。実際交換作業については、まあ、以前の動画を見ていただいてもいいと思いますし、まあ、今回の動画でもちょっと軽くですけれども、そんなに詳しくはないんですけれども、合わせて確認していただければと思います。以上、参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。